なんとなく幸せの中にいて見過ごしてしまったことがある。ありがとう、そしておやすみ。ありふれた挨拶を伝えるだけみたいだ。地球自体の問題か、僕の中の問題か、わかりづらくなってくるから、会いたくて会いたくて待っても